ワールド・オブ・ウォーシップスと青木鋼のアルペジオのコラボイベント。これに参加する場合、港を横須賀に設定する必要があります。しかし横須賀港は、非常に彩度の高い目が疲れる配色となっています。そこで、先行でチョコさんが公開されたモッドをベースとし、テクスチャ隠しと光源の色や影の度合い等を調整したものを制作しました。このモッドは、港の見た目を変えるだけのため、戦闘中の各要素には影響を及ぼしません。バニラプレイ派も含め、横須賀港の色使いにお悩みの方々は、ぜひ一度お試しください。